五条単位より抜粋》《朗読遠藤守也三蔵法師は不思議な方である》《実に弱い》《驚くほど弱い》《変化の術ももとより知らぬ》《道で妖怪に襲われればすぐに捕まってしまう》《弱いというよりもまるで自己防衛の本能がないのだ》 この育児のない三蔵法師に我々三人が等しく惹かれているというのは一体どういうわけだろうこんなことを考えるのは俺だけだ悟空も八戒もただなんとなく主婦を敬愛しているだけなのだから私は思うに我々は主婦のあの弱さの中に見られるある悲劇的なものに惹かれるのではないかこれこそ 我々妖怪からの成り上がり者には絶対にないところのものなのだから。三蔵法師は大きなものの中における自分の、あるいは人間の、あるいは生き物の位置を、その哀れさと尊さとをはっきり悟っておられる。しかもその悲劇性に耐えてなお、正しく美しいものを勇敢に求めていかれる。確かにこれだ。 我々になくて死にあるものは。なるほど。我々は死よりも腕力がある。多少の変化の術も心得ている。しかし一旦、己の位置の悲劇性を悟ったが最後、金輪際正しく美しい生活を真面目に続けていくことができないに違いない。あの弱い主婦の中にある、この尊い強さには、全く驚嘆の他はない。 うちなる尊さんが、外の弱さに包まれているところに、主婦の魅力があるのだと俺は考える。もっとも、あのフラチナ八回の解釈によれば、俺たちの、少なくとも悟空の主婦に対する敬愛の中には、多分に男色的要素が含まれているというのだが、まったく、悟空のあの実行的な天才に比べて、 三蔵法師はなんと実務的には動物であることか。だが、これは二人の生きることの目的が違うのだから問題にはならぬ。外面的な困難にぶつかったとき、主婦はそれを切り抜ける道を外に求めずして内に求める。つまり、自分の心をそれに耐えるように構えるのである。いや、そのとき慌てて構えずとも、 外的な事故によって、内なる者が動揺を受けないように、平勢から構えができてしまっている。いつどこで休止してもなお、幸福であり得る心を、死はすでに作り上げておられる。だから外に道を求める必要がないのだ。我々から見ると、危なくて仕方のない肉体上の無防御も、つまりは、死の精神にとって、 別に大した影響はないのである。悟空の方は、見た目にはすこぶる鮮やかだが、しかし彼の天才をもってしてもなお、打開できないような事態が世には存在するかもしれぬ。しかし、死の場合にはその心配はない。死にとっては、何も打開する必要がないのだから。悟空には、 角度はあっても苦悩はない。歓喜はあっても優秀はない。彼が単純にこの性を肯定できるのに何の不思議もない。三蔵法師の場合はどうかあの病心と、防ぐことを知らない弱さと、常に妖怪どもの迫害を受けている日々と思ってして、なお主婦は楽しげに性を埋め直れる。これは大したことではないか。 おかしいことに、悟空は死の自分より混ざっているこの点を理解していない。ただなんとなく、死父から離れられないのだと思っている。機嫌の悪い時には、自分が三蔵法師に従っているのはただ金操縦悟空の頭にはめられている金の輪で、悟空が三蔵法師の命に従わぬ時には、この輪が肉に食いって彼の頭を締め付け、 耐え難い痛みを起こすのだ。のためだなどと考えたりしている。そして、世話の焼ける先生だ。などとブツブツ言いながら、妖怪に捕らえられた主婦を救い出しに行くのだ。危なくて身じゃいられない。どうして先生はああなんだろうな。というとき、悟空はそれを弱き者への憐憫だとうぬぼれているらしいが、 実は悟空の死に対する気持ちの中に、生き物の全てが持つ勇者に対する本能的な意見、美と尊歳の同型が多分に加わっていることを、彼は自ら知らぬのである。もっとおかしいのは、主婦自身が自分の悟空に対する優越をご存じないことだ。妖怪の手から救い出される旅ごとに、死は涙を流して悟空に感謝される。 お前が助けてくれなかったら、わしの命はなかったろうにと。だが実際は、どんな妖怪に食われようと、死の命は死にはせぬのだ。二人とも自分たちの真の関係を知らずに、互いに敬愛し合って、もちろん時にはちょっとしたいかいはあるにしても、いるのは面白い眺めである。およそ体積的なこの二人の間に、しかしたった一つ、 共通点があることに俺は気がついた。それは、二人がその生き方において、共に所要を必然と考え、必然を完全と感じていることだ。さらには、その必然を自由とみなしていることだ。混合石と炭とは、同じ物質から出来上がっているのだそうだが、 その金剛石と炭よりももっと違い方のはだしいこの二人の生き方が共にこうした現実の受け取り方の上に立っているのは面白い。そしてこの必然と自由の統治こそ彼らが天才であることの印でなくて何であろうか。悟空、八海、俺と我々三人は全くおかしいくらいそれぞれに違っている。 日が暮れて宿がなく、路房の廃寺に泊まることに相談が一結するときでも、三人はそれぞれ違った考えのもとに一致しているのである。悟空は、かかる廃寺こそ、屈強の妖怪退治の場所だとして進んで選ぶのだ。八戒は、今更予想を尋ねるのもおっだし、早く家に入って食事もしたいし眠くもあるし、というのだし、俺の場合は、 どうせこの辺は邪悪な妖精に満ちているのだろう。どこへ行ったって災難に遭うのだとすれば、ここを災難の場所として選んでもいいではないかと考えるのだ。生き物が三人寄れば、皆このように違うものであろうか。生き物の生き方ほど面白いものはない。孫行者の華やかさに圧倒されて、すっかり影の薄らいだ感じだが、ちょ後の八回もまた、 特色のある男には違いない。とにかくこの豚は、恐ろしくこの生を、この世を愛しておる。嗅覚、味覚、触覚のすべてを挙げて、この世に終しておる。ある時、八海が俺に言ったことがある。我々が天塾へ行くのは何のためだ善行をずして、来世に極楽に生まれんがためだろうかところで、 その極楽とはどんなところだろう。蓮の葉の上に乗っかって、ただゆらゆら揺れているだけではしょうがないじゃないか。極楽にも、あの湯気の立つ厚物をふうふう吹きながら吸う楽しみや、コリコリ皮の焦げた香ばしい焼肉を頬張る楽しみがあるのだろうか。そうでなくて、話に聞く千人のように、ただ霞を吸って生きていくだけだったら、 ああ、嫌だ、嫌だ。そんな極楽なんかまっぴらだ。たとえ辛いことがあっても、またそれを忘れさせてくれる、答えられぬ楽しさのあるこの世が一番いいよ。少なくとも俺にはねえ。そう言ってからハッカイは、自分がこの世で楽しいと思う事柄を一つ一つ数え立てた。夏の木陰の五水、渓流の水浴。 月夜の水滴、春陽の朝寝、ね、東夜の露偏観断。なんと楽しげに、またなんと数多くの項目を彼は数え立てたことだろう。ことに、若い女人の肉体の美しさと、四季それぞれの食物の味に言い及んだとき、彼の言葉はいつまでたっても尽きぬもののように思われた。 俺はたまげてしまった。この世にくも多くの楽しきことがあり、それをまたくも余すところなく味わっている奴がいようなどとは考えもしなかったからである。なるほど。楽しむにも才能のいるものだなと俺は気がつき、次来この豚を軽蔑することをやめた。だが、八海と語ることが刺激なりにつれ、 最近妙なことに気がついてきた。それは、八海の狂楽主義の底に、時々妙に不気味なものの影がちらりと覗くことだ。主婦に対する尊敬と、孫行者への意負とがなかったら、俺はとっくにこんな辛い旅なんかやめてしまっていたろう。などと口では言っているくせに、実際はその狂楽家的な外貌の下に戦々恐々として、 白氷を踏むような思いの潜んでいることを、俺は確かに見抜いたのだ。いわば、天塾へのこの民が、あの豚にとっても、俺にとってと同様、幻滅と絶望との果てに、最後にすがりついた、ただ一筋の糸に違いないと思われる節が確かにあるのだ。だが今は、 八海の協力主義の秘密への考察にふけっているわけにはいかぬ。とにかく今のところ、俺は孫行者からあらゆるものを学び取らねばならんのだ。他のことを帰り見ている暇はない。三蔵方針の知恵や八海の生き方は、孫行者を卒業してからのことだ。まだまだ俺は、悟空からほとんど何者をも学び取っておりはせぬ。龍佐賀の水を出てから、 どれほど進歩したか依然たる五花の旧阿毛ではないのかこの旅行における俺の役割にしたってそうだ平穏無事の時に悟空の行き過ぎを引き止め毎日の八海の怠惰を戒めることそれだけではないか何も積極的な役割がないのだ俺みたいなものはいつどこの世に生まれても 結局は調節者、忠告者、観測者にとどまるのだろうか決して行動者にはなれないのだろうか尊行者の行動を見るにつけ、俺は考えずにはいられない。燃え下がる日は、自らの燃えていることを知るまい。自分は燃えているな、などと考えているうちは、まだ本当に燃えていないのだと。 悟空の活達無けの働きを見ながら俺はいつも思う。自由な行為とは、どうしてもそれをせずにはいられないものがちに熟してきて、おのずと外に現れる行為の言いだと。ところで、俺はそれを思うだけなのだ。まだ一歩でも悟空について行けないのだ。学ぼう学ぼうと思いながらも、 悟空の雰囲気の持つ桁違いの大きさに、また悟空的なるものの肌合いの荒さに、恐れをなして近づけないのだ。実際正直なところを言えば、悟空はどう考えても、あまりありがたい勾配とは言えない。人の気持ちに思いやりがなく、ただもう頭からガミガミ怒鳴りつける。自己の能力を標準にして、人にもそれを要求し、 それができないからとて送りつけるのだからたまらない。彼は自分の才能の非凡さについての自覚がないのだとも言える。彼が意地悪でないことだけは、確かに俺たちにもよくわかる。ただ彼には弱者の能力の程度がうまく飲み込めず、したがって弱者の小儀、躊躇、不安などに一向同情がないので、 ついあまりのじれったさに感触を起こすのだ。俺たちの無能力が彼を怒らせさえしなければ、彼は実に人の良い、無邪気な子供のような男だ。八海はいつも寝過ごしたり怠けたり、化け損なったりして、怒られ同士である。俺が比較的彼を怒らせないのは、今まで彼と一定の距離を保っていて、 彼の前にあまりボロを出さないようにしていたからだ。こんなことではいつまでたっても学べるわけがない。もっと悟空に近づき、いかに彼の荒さが神経に応えようとも、どんどん叱られ、殴られ、罵られ、こちらからも罵り返して、身をもってあの猿からすべてを学び取らねばならぬ。遠方から眺めて簡単しているだけでは何にもならない。 夜俺は一人目覚めている今夜は宿が見つからず山陰の渓谷の大地の下に草を敷いて四人がごろ寝をしている一人置いて向こうに寝ているはずの悟空のいびきが三国にこだまするばかりでその度に頭上の木那覇の露がパラパラと落ちてくる夏とはいえ 山の焼きはさすがに薄ら寒い。もう真夜中は過ぎたに違いない。俺は戦国から仰向けに寝転んだまま、木の葉の間から覗く星どもを見上げている。寂しい。何かひどく寂しい。自分があの、寂しい星の上に、たった一人で立って、真っ暗な、 冷たい、何にもない世界の夜を眺めているような気がする。星というやつは、以前から永遠だの無限だのということを考えさせるので、どうも苦手だ。それでも仰向いているものだから、嫌でも星を見ないわけにはいかない。青白い大きな星のそばに、赤い小さな星がある。そのずっと下の方に、 やや黄色みを帯びた、暖かそうな星があるのだが、それは風が吹いて葉が揺れるたびに見えたり隠れたりする。流れ星が尾を引いて消える。なぜか知らないが、その時ふと俺は、三蔵法師の澄んだ寂しげな目を思い出した。常に遠くを見つめているような、 何者かに対する哀れみを、いつも叩いているような目である。それが何に対する哀れみなのか、平然は一向見当がつかないでいたが、今ひょいと分かったような気がした。主婦はいつも永遠を見ていられる。それからその永遠と対比された、地上の鍋手の者の,の定めをも、はっきりと見ておられる。 いつかは来る滅びの前に、それでも可憐に花開こうとする知恵や情けや、そうした数々の良きものの上に、主婦は絶えずじっと、暴れみの眼差しを注いでおられるのではなかろうか。星を見ていると、なんだかそんな気がしてきた。俺は起き上がって、隣に寝ておられる主婦の顔を覗き込む。 しばらくその安らかな寝顔を見、静かな寝息を聞いているうちに、俺は心の奥に何かがポッと点火されたような、ほの温かさを感じてきた。